ありがとうございます。よろしくお願いします。どうですか、ゼルビアのユニフォーム初めて着てみて。いいですね。僕でも海外もレースル以外はあの全部青だったんで。おお。なんか馴染みがあります。青に。めちゃくちゃ似合ってます。着心地とかもどうですか。結構ちっちゃいですか。どうですか。大丈夫ですか。ぴったり似合ってると思います。実際に入ってみてのところの印象はどうですか。そうですね、あの黒田監督をはじめスタッフの方々はじめ、すごくそこの発信に対して の言動っていうのはすごく強く感じた部分ですし、それに対して選手自体がやっぱりこう感じ取ってやっている部分はありますけど、まあ、自分はでもそこに入ってもっとやれるんじゃないかと、自分もしっかりとこう思いを持ってきているので、そういった部分ではもうプラスアルファ、あるいはどんどん自分からの発信もしていけたらなというふうに思います。まあ、いないんですよね。まあ基本的に
みんなと喋れるタイプではあるので、あの多くの選手とコミュニケーションを取っていきたいですし、まあ、最初のその指定選手でいれば後世、杉、相馬、雪なんかはあの年代別代表の部分では一緒にやってた部分、あ、元君もそうですね、やってた部分が多いので、そういった選手はすごくこう入った、日からあの話しかけてくれるロボットについて、あのそういった選手かなと思いますし、あとはデュークはあの対戦でマッチアップしてます。朝もあの今日もデューク選手と話す場面もありましたけど、まあ、なんか どんなことを話していたとか聞いても大丈夫ですか？あ、でも僕がどこにいたとか、あの怪我の具合とか、あとは代表それこそ覚えてるって話もしましたし、まあ、すごく僕にとって英語をで話したいっていうのもあるので、すごくあの大きい存在だなっていうふうに思います。自分の特徴としてはオールラウンダー の何でも高水準に備わせてとかそうですけど、特に後ろから のクオリティだったり、まあ、少なくともまだ課題の部分ですけど、海外で思われてきた対人の部分というのはすごく還元していきたいなというふうに思います。いや、皆さんがもう呼びたいように呼んでくださればいいですけど、まあ、やっぱりシンプルにユータって言われることが多かったので、まあ、それでもいいですし、あんまり僕の人生あのサッカー関係なくあんまりあだ名がないタイプだったので、全然つけてもらっても構わないです。はい、趣味、はい、読書、音楽、鑑賞、あとはワンオクロックが好きなんで、ライブに行けたら行けるようにいつも頑張ってます。ワンオクロックで好きな曲とか？いや、選べないですねってぐらい好きです、はい、あの食べること自体が好きなんで、もちろんあのサッカー選手である以上食べるものは選びますけど、食べることが好きなのであんまり嫌いなものがないっていうところで、何でも食べます。何でも好きです。正直あんまり知れてないんで、皆さんのおすすめをどんどん聞かせていただいて、そこを訪れたいですし、そんな中で街中でもし見かけたなら声をかけてほしいなっていうふうに思うので、たくさん教えていただければなっていうふうに思います。まずはチームで首位に立っている状況ですし、まあ、自分としてはハーフシーズンからの参加なので、最初のハーフシーズンにいなかった部分、しっかりと自分がこう勝利に勝ち取っていく中で、しっかりとそこのピースになればいいですし、で少なくとも自分がやってきたものに対しての自信というのはすごくあるので、そこを還元しつつも、ただそこにおごりはないので、学べるところ、成長できるところをしっかりと成長しつつ、そういった自立したハーフシーズンにしていきたいなというふうに思います。まずは暑い中会場にも来ていただいている皆さんもいますし、しっかりと選手、ファン、サポーター全員で勝利を目指して戦っていきたいですし、全員が掲げる優勝という目標には自分が来たからにはその確定させていきたいですし、そういった部分になれるように頑張っていくので、皆さんでホームまで問わずしっかりと戦っていけるようによろしくお願いします。